ククレザミ。今日からコンフィネモンによる外出距離制限が解けたので今からコストコに行ってきます。で今回は結構買うと思うので帰ったら購入品紹介もしたいと思ってます。それでは行ってきます。コストコに来たらいつもここで車の中を洗ってます。もう子供たちがねチップスとかいっぱい車の中で食べてゴロゴロこぼすから月に1回必ず洗ってます。またそこ乗っていくの？どうですかお兄さん？ロガエタン、ククク、ククク、ジョンはこうやって車を洗うのが大好きです。楽しそう。マジ早押してくれ。コストコに着きました。何気をつけるの？風が強いね今日ね。何を買ってもらいましたか？弁天とルービックキューブとパワーレンジャーズ。エタンどっちが好き？パワーレンジャーズとキューブ。キューブが好きなの？嬉しい？あ、これも戦うやつなの？あ、せちゃんありがとう。ありがとう。今日は結構少なかったです。よし、今からカート2つ片付けます。終わりました。うわ、お疲れ様。お疲れ様です。今から、お友達にちょっと買ってきてほしいものがあるって頼まれたのでそれを届けに行って帰ります。今日買ってきたものがこちらです。じゃあ一つずつ紹介していきます。これがプチトマト。これは結構日持ちができるプチトマトで甘くて美味しいのでいつも買ってます。で、オーガニックのリンゴといろんな種類が入ったトマト。トマトミックス。オレンジ。とオーガニックの人参とアボカドとイエローキウイとイチゴで、これが豚肉の塊、これが鶏ささみ。約3キロ入ってますね。赤身肉のステーキ、これも 1.6 キロ入ってます。これがで、この冷凍エビを2つで、これが夜大人たちのデザート、ハーゲンダッツで、子供たちはアイスを買ったけどもう今食べちゃってます。で、これが子供たちの
おやつドーナツ、これは冷凍して何日かに分けて食べようと思います。でこれもお出かけするときにちょっと持っていけるようなおやつと、コロナビール、卵3パックと、これがフォンダンショコラ、ジョナサンの、子供と私たちは好きじゃないので食べません。でこれが、オーガニックのトマト缶と、下が見えにくいけどオーガニックのコーン缶パックで、パッケージで買いました。で、あとはこれが4枚入りが3パック入ったラベルグージュのハム。で、これがカルパッチョ。1人前が8個入ってます。ミニキュウリ。これを2パック買いました。味の素の冷凍餃子と、朝ごはんのミルクパンと、今回ツナを買いたかったんですけど、なかったので、ピンクサーモンの缶詰を買いました。美味しいかな。あ、お肉もう一つ、オーガニックのひき肉を買いました。これが1キロ入ってます。これがバターなんですけど、これが塩バターと、これが普通のノーマルのバターで1キロずつあります。ジョナサンの大好きなリッツで、これがパン粉なんですけど、これで6ユーロとかだったかな、安かったから買いました。で、あとはビーカルボナート、なんだっけ、重曹の2つパック、これもなくなったので買いました。メープルシロップと、オーガニックのオリーブオイルと、これがカルゴンって言って洗濯機の中の除菌してくれるキューブと、これが子供たちが毎日1個食べれるボンボンビタミン、ビタミンのグミですね。ケチャップと、マヨネーズで、これがデトックスパウダー、最近毎日スムージーを飲んでるので、スムージーに混ぜて飲みます。ミックスキヌアなんかいろいろ入ってて美味しそうなので買いました。ドライトマトとかシブレットとかナッツとかがミックスされてるキヌアじゃないや、クスクスです。クスクス、そうそう、キヌアじゃない、クスクスです。でこれがお皿洗う食洗剤、これがキッチンペーパー、コストコで有名なキッチンペーパーと、トイレットペーパー、ディナーロール、あとはこれがオーガニックの焼いて食べるタイプのフランスパン、5パック入りですね。これがさっき子供たちがもう開けて食べちゃったアイスです。もうこれは買いたいって言われて負けて買っちゃいました。全部で501ユーロでした。今回は結構多かったけど、大体でもこんなもんかな。で前回購入品紹介のビデオを撮ったんですけど、普通はいつもコストコに行ってこうやって大量に買って、で足りないものは前回みたいにいろんなお店に行ってちょっと買って補うって感じなんですけど、毎月これぐらい500ユーロぐらいコストコで済ませてしまいます。でコストコは結構オーガニックのものとかも多いので、うちは結構よく使ってます。はい、以上です。